国際エミー賞はエミー賞の一部をなす賞であり、国際テレビ芸術科学アカデミーによって授与される、アメリカ合衆国外で制作、放送された優れたテレビ番組を表彰する賞である。受賞式は毎年11月にニューヨークのインターナショナルエミーアワーズ柄で開催される。第1回国際エミー賞受賞式は1973年に行われた。 国際テレビ芸術科学アカデミーは1969年に設立されたインターネット、モバイル、技術を含むテレビの全分野の50カ国以上、500社からなる有力なメディアとエンターテインメント関係者の会員制組織である。この団体は全米テレビ芸術科学アカデミーの一部であるが、ナタスとは別の世界各国の理事からなる理事会のもとで運営されている。 1> 第1回国際エミー賞受賞式は1973年に CBS 社長のラルフ・バルークの主催の下でニューヨークのプラザホテルで開催された。受賞式には約200人の来場者があった。ヤタスはまた、米国内のエミー賞と同様の国際ニュースエミー賞と4月にカンヌのミプテブの一環として発表される国際エミーキッズ賞も発表する。また、 ミップテブでは3つのインタラクティブ部門の授与を行う。これはアメリカ以外で発表される唯一のエミー賞である。国際テレビ芸術科学アカデミーはいくつかの異なる部門のでコンテストを開催している。キッズ部門、ニュース部門、番組とパフォーマンスの部門である。米国以外の組織、または個人が番組を提出することができる。番組の著作権を所有していない組織、 または、個人は、提出物を提示する前に、権利所有者から同意を得なければならない。これは、アカデミーの会員以外でも行える。テレビ局や、その代表者は、彼らが競合している部門に投票することはできない。アカデミーは、投票に参加しない。登録番組を評価するのは40カ国、約600人のテレビ関係者である。プロセス全体は、 アーンストヤングによって監査される。ブラジルの女優フェルナンダ・リマは2012年に6つのノミネートメダルを獲得した現在、国際エミー賞には以下の部門がある。国際エミーキッズ賞として2月にニューヨークで発表される。国際デジタルエミー賞として4月にフランスカンヌで発表される。ありがとうございます。